坂の激闘大宮戦を振り返ります。盛り上がったスタジアムイベントの様子も、注目の九州ダービー、北九州戦に向けて監督そして選手の秘策とは、クラブが取り組む平和活動についてもお伝えしますよ。11日日曜日、トラスタでリーグ戦としては今シーズン初となるナイトゲームが行われました。そしてスタジアムでの平和記念活動も開始されました。皆さんが持ち寄った折り鶴なんですが、長崎原爆資料館に寄贈されます。そしてこの日は長崎に誕生したプロバスケットボールチーム長崎ベルカの冠デー、いろんなイベントがありましたが、一発勝負のフリースローで行うシュートチャレンジ、上手な人が多かったんですよね。盛り上がってましたね、うん、そしてベルカの選手 GM らによるトークショーも行われました。さらに12人からなるベルカのチアリーダーもお披露目されたんです。待ってました、キラキラしてましたね、華やか、さすがですね。あの準備時間めちゃくちゃ短かったらしいんですけど、はいはい、その中でこのパフォーマンス素晴らしい、息ぴったりです。時折強い雨が降るなどしましたが、後半戦のスタートゲームだけにサポーターは気合い十分です。前回アウェーで 4-0 で負けてるんで、うん、今日はその半分でもいいんで 2-0 で勝たせてください。クリーンシートで見てみたいですね。まだ得失点差もちょっと足りてないので、ちょっともうちょっと得点力も見たいですね。リファーレン今日も勝つぞ、今日はリベンジ。この試合から平和記念ユニフォームを着用しての試合となります。開始前には長崎出身江川雄星選手による平和宣言が行われました。平和宣言、毎年8月9日が近づくにつれ、長崎が過去に味わった悲しみやたくさんの方々への平和への思いに触れます。愛と平和と一生懸命、この言葉を胸に刻み、リファーレン長崎に関わる全ての人たちと共に、サッカーだからこそ伝えられる平和へのメッセージを世界に発信していきます。リファーレンのスタメンは5試合連続でこの11人です。まずは12分、トクラがこの位置から意表を突くシュートを放ちます。大宮は40分にチャンスを迎えますが、ここはキーパー富澤がナイスセーブ。素晴らしかった。共にチャンス自体は少ない前半でした。前半終了間際、雨足が強まります。試合は雷雨により一時中断、およそ1時間後雨も小康状態になり再開されました。そして後半に入ってゲームが動きます。49分、リファーレンはエジガルからウェリントンハットにつなぎ、右サイドを駆け上がったマイクマにラストパス、これを落ち着いて決めました。マイクマの激走がチームに待望の先制点をもたらしました。いや大興奮、素晴らしい。マイクマは開幕戦以来の今シーズン2ゴール目です。綺麗嬉しい。55分には澤田が粘って徳良にパス、しかし徳良のシュートはバーの上、これは決めたかった。悔しい。75分、ウェリントンハットが豪快なミドルシュート、しかしこれも枠を捉えられません。あと少しだったんですが、惜しい。終盤大宮も反撃、83分のピンチは江川がナイスブロックを見せます。しかし87分、左サイドのクロスからゴールを許してしまい、土壇場で追いつかれてしまいます。
終了間際、二見のクロスに毎熊が合わせ、そこに加藤勝が飛び込み、ゴールかと思われましたが、ファウルの判定でノーゴール。手にしたかに思われた勝ち点3はスルリと抜け、悔しいドロー。8位に後退です。点入るまでは自分たちのサッカーもできたのかなと思うんですけど、まあ、後半途中から相手のペースになってそれの改善ができなかったっていう部分では、まだまだ今後の課題なのかなと思います。2点目がやっぱり取らないと確実に勝ち点3というのはいつも 1-0 で勝てるっていうのはやっぱりないっていうことを思い知らされたのかなと思いますね。途中で雷で中断になってちょっと難しかったかなって思ったんですけど、最後の方すごいチャンス作ってたんで、北九州戦ですかね、この流れでなんとか勝ってほしいなと思います。次こそ勝つぞ。おはようございます。オルビハレンです。今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ大宮戦から選手たちが平和記念ユニフォームを着用してのゲームとなってますけれども、はい、先週から私たちも着用しています。はい、スタジアムでもね入ってましたよね、はい、オリンピックの開催ということもあって、今日の試合の後は一時中断期間に入りますので、そうですね、今日しっかり勝って頑張りたいですよね。応援していきましょう。さあ今日の対戦相手は北九州。そこで皆さんから九州ダービーこれで勝つでメッセージを募集します。ツイッターの方はハッシュタグオール VV をつけて、メールの方はオール VV アットマーク NIB.JP まで送ってください。アコアコさんから、お写真届きました。先日娘がスタジアムデビューしました。今日の北九州戦も応援に行きます。頑張れビファーレン。ビビ君とツーショットですね。楽しい、可愛いです。まだまだ、はい、メッセージお待ちしております。お待ちしてます。お待ちしています。さあ改めてですが、今日の対戦相手はビファーレンとも何かと縁がある北九州です。勝利を飾るための秘策を監督そして選手に聞いてきました。今夜7時からホームで対戦するのは現在18位のギラバンツ北九州。去年は前半戦を首位で折り返すなど強さを見せましたが、今シーズンはここまでわずかに4勝、さらに現在6試合勝ちがなく6試合連続無得点と苦しいシーズンとなっています。今回は松田監督、澤田選手、米田選手に北九州戦に向けた話を聞きました。いい笑顔。下がしっかりつないで縦に入れてから早く攻撃していくのかな、来るのかなっていうイメージですね、はい、カウンターとか気をつけながらしっかり仕掛けていければ、ホームなので、しっかり攻撃的なサッカーをして勝って中段に入りたいと思います。パスワークがすごく上手くて上手い選手も多いと思うんで、そこで攻撃のいい形をまず作らせないことが大事かなと思います。今まで自分たちが積み上げてきたスタイルをしっかりと表現できれば勝てると思うので、積み上げたものをしっかり出すということが大事かなと思います。初めて前回戦ったチームとやるということで、向こうがそんなに変わることがないとすればイメージがつきやすいので、どっしり構えて戦うってことが逆に必要なのかなとも思ってます。我慢強い戦い方というか、これまで10試合ぐらいで積み上げてきたことに対して自信を持って試合を進めるということが一番大事になるのかなと思います。得点に飢えてるから、やっぱり得点に対する欲望っていうのはものすごく前面に出してくる可能性だってあるし、そうするとそれなりのやっぱり力が出ることだろうし、これといって特別なことをやるっていうのはないですかね。そういうことをすることの方がなんか逆にやられそうな感じがしますし、2巡目っていうのはちょっとこう見合ってやるところも出てくるのかもしれないし、指揮官同士がね探り合いみたいなところも出る部分は多いのかなと思いますけど。北九州の指揮官は長崎出身の小林慎二監督60歳です。同じ年の松田監督とは旧知の仲、そして澤田選手は清水時代に小林監督から指導を受けていました。いやもうサッカーに熱いっていうイメージがありますね。もう試合中ずっと指示出してるっていう、そういう監督だった。私が指揮を別のチームで取ってた時に関してはとは全然違う感じですね。本当に堅守速攻っていうスタイルだった。去年から非常に北九州が躍進したところから
攻撃の方にシフトした、リアクションではなくてアクションを起こすサッカーになっているという意味ではイメージチェンジを図られたんじゃないかなという印象はあります。5月の北九州戦は終了間際に米田選手が劇的ゴールを挙げ1対0で勝利、松田監督の初陣を飾りました。あのシーンは時間もない中でワンチャンス来るかなっていうふうなのはずっとイメージしてたんですけど、すごいいい形でマイクが突破してくれたんで、スペースを自分がちゃんと見つけれて、ちゃんと走り込めて落ち着いてシュートを打てたことが良かったかなと思います。あの試合で 0-0 だったらそこまで勢いは乗れてなかったかと思うんですけど、劇的な勝ち方をアウェーの地で、しかも九州ダイブでできたことはチームとしていい流れを持ってこれたと思うので良かったかなと思います。チャンスを感じる力、大宮の先制点がまさしくそういう、非常に僕は得点は満足しているところがあるんですけど、ここチャンスだっていうところに非常にいい前の動きとか推進力が出た、手数をかけずにゴールまでとにかく早くたどり着く、一番効率的なことをやったっていう意味で、疲れようが何しようがエネルギーを注ぎ込むということがやっぱり大事かなと思いますね。そのここはピンチだってピンチを感じる力、足がつってたって何したってとにかく自分の体をゴール前に戻すとか、切り替えを早くして攻撃の目をつむなとか、そういうものをやっぱり感じる力が勝負を決めるっていう意味では、そこの部分を大事にしながら戦うっていうのがやっぱり勝つためにはすごい大事な部分かなと思ってます。北九州戦にはもう一つ負けられない戦いがあるんです。それは北九州戦のもう一つ負けられない戦い、それがクラブマスコットのビビ君とギランさんの対決。名物ギラバンズ北九州のクラブマスコットギランさん、同じ九州出身でビビ君とは縁が深いんです。 J リーグ鳥の会会長でもあるギランさんのことをメンバーのビビ君は尊敬しているんだそうですが、本当はどう思っているのか、ビビ君に聞いてみました。どうなのどうなの、とても仲良しです、すっごく尊敬しています。ギランさんとは仲がいいということで、好きなところを教えてもらえますか、ビビ君。じゃん、実は詳しいところ、尖っているように見えて実はまん丸、実は優しいんですね。ねえビビ君大好きだもんね、ギランさんのことね。ギャップがまたいいでしょうね。なるほどなるほど。ビビ君今日の意気込みをお願いします。ギランさんと一緒にトラスタを盛り上げたいです。ビビ君今日も応援頑張ろう、皆さんも応援よろしくお願いします。いや、このビビ君とギランさんのイチャイチャしてるのか、はい、もう叩き合ってるのか分かんないですけどそれ最高ですよね。可愛いとかっこいいのコラボですね。楽しみですね。楽しみ、はい、今日夜7時キックオフの北九州戦ですけれども、イベント本当に盛りだくさん予定されています。稲佐山音楽祭の総合プロデューサーニラシンジさんによるトーク&ライブも行われます。その音楽祭の見どころでしたり、音楽の力で発信できる平和について語られるということです。はい、そして来場者プレゼントも豪華です。今日はジャパネットデーということでですね、はい、こちら、ジャパネットグループが手掛ける2024年開業予定の長崎スタジアムシティプロジェクトがデザインされたオリジナル手ぬぐいが先着5000名様にプレゼントされます。スタイリッシュ、おしゃれですよね、こちら夏にいっぱい活用できそうだなと思います、はい、そしてですね、南島原市深江町の深江太鼓で選手を迎えるイベントも予定されています。そしてビビ君と仲良しギランさんもトラスタに来るということですから、はい、ぜひね、仲良しの2人を、見にスタジアムに来ていただければなと思います。楽しみです。さあ、毎年様々な平和記念活動を行っているビファーレン長崎、今年も選手スタッフによる平和学習が行われました。今週月曜日、トップチームの選手スタッフが長崎原爆資料館を訪れ平和学習を行いました。被爆2世の家族証言者佐藤直子さんの講話を聞いて、それぞれが平和について知り考える時間となりました。
長崎出身のさつき田選手は今年度の J リーグ新人研修でも平和について改めていろんなことを学んでいます。平和連長崎の選手として、そして一人の人間として平和についてできることは、命の大切さ、平和の尊さを発信し続けることと、命や平和について考えるきっかけを多くの人に与えることです。より一層この平和に対する思いとか伝え方だったりっていうことが自分の中で勉強になったんで、それを次発信していく側として責任を持って行動していきたいなと思います。サッカーでどう表現できるかってところを考えて、その中でもやっぱり一生懸命プレーするってことが、まあ、サッカー選手としてできることだと思いますし、それが、まあ、少しでも平和につながっていけばいいなと思うので、まあ、ピッチではできることを精一杯やるってことを意識してやっていこうと思います。長崎に戻ってきてプロサッカー選手として活動していく中で、やっぱり平和を発信していきたいという気持ちも強くありますし、まあ、僕にできることはピッチの上で、まあ、フェアプレーで全力でプレーするっていう部分だと思うので、今後もそこを意識してやっていければなと思います。ありがとうございます。平和記念マッチということで、まあ、平和に関して注目される試合ですし、まあ、そこの試合で長崎県出身の、まあ、僕だけではないですけど他の選手も含め活躍する意味っていうのは非常に大きいと思うので、まあ、次の北九州戦長崎県出身の選手も活躍して勝つっていうのが求められるところなのかなと思います。発信力がある立場にある以上を我々にできる形で平和を発信していく必要があるというのを常に考えてきたというところはあります。今年も平和記念ユニフォームと11日の大宮戦で江川選手が読んだ平和宣言文を寄贈しました。そして追悼記念館では献花も行われました。意図的に怪我をさせるとかそういうアンフェアなプレーは絶対にしない、そういう精神性を持って激しいサッカーというものをスポーツとして取り組んでいくというところは、より逆に平和の心というかフェアな心を持っていないとできないんじゃないかなと思って、そしてまあいろんな周りで携わっている方々をリスペクトするという感覚がやっぱり平和というのには直結していく精神性じゃないかなと思っています。この日は8月8日の平和の灯火で使用するキャンドルに選手たちがそれぞれの平和への願いを込めてメッセージを綴りました。今日の北九州戦でスタジアム場外ブースや選手入場通路に展示されます。ぜひ皆さんもご覧ください。その他今年もさまざまな平和記念活動を行っていくのでクラブの公式ホームページでご確認ください。自分たちでできることっていうのは限られていると思うので、皆さんとご一緒させていただくっていうことを力を入れてきているつもりです。やっぱり平和って人と人とのコミュニケーションなので、一緒になってこう集まってやるとか一緒に楽しむとか、まあ、そういうことが平和を感じられる瞬間になると思うので、やっぱり今それができなくなっているっていうところでは、何かこう人が集まるっていうことをやっぱりやりたいですね。タウン活動をはじめいろんな社会連携活動は続けていきます。で、選手たちがそういったところに一緒に参加をしてもらって、逆にいろんなこう長崎で起こっていることを知っていただいたり、ファンの皆さんのお声を直接聞いたりとかすることによってまたプレーに活かせたりすると思うので、ぜひそちらも注目していただければと思ってます。今回ビファーレン長崎の平和記念活動が2021年度から長崎市が新たに取り組む平和の文化事業認定制度の第1号に認定されました。これは平和の文化の醸成の事業の一つとして創設された制度で、愛と平和と一生懸命をコンセプトに実施しているビファーレン長崎のさまざまな活動が第1号にふさわしいと認定されました。今日の北九州戦の試合の前にトラスタで田上長崎市長が認定交付されるということなんです。
そして私たちが着ていますこの平和記念ユニフォーム、そしてみゆちゃんが持っていますこういったタオル、タオルマフラーですね、その他マスクですとかキーホルダー、はい、いろんなグッズが好評発売中です。ちなみに私が着ていますこのゴールキーパーのこの黄色のユニフォーム、残りわずかということですので、お早めに、ぜひ一緒に着用して平和への思いを発信していきましょう。さあ、いよいよ来週に迫ったファン感謝デー、今回も新たな情報が入ってきましたよ。どうぞ。リーグ後半戦に向けて気持ちを一つにするため、今年も開催が決まったファン感謝デー。今回はグッズ総選挙にエントリーしている5人の選手たちのグッズ案を紹介します。Una persona importante para noi, para tutti i tifosi, allora per questo ho fatto questa mia idea, perché così tutto lo portiamo avanti a Lico. Io ho pensato che il prodotto è un pouchetto. ユニフォームをかけると、その選手が出来上がる。投票よろしくお願いします。僕が考えたのはハンガーです。この頭のところに選手の顔を貼って、皆さんが持ってユニフォームをかけると、その選手が出来上がるみたいな感じのハンガーにしました。僕が考案したのは、サンドイッチボックスです。選手のイラストをここに入れて、ビビ君も入って、ポジション別か何かでやった方が一人一人の選手が目立つのかなと思って、4つのパターンを作ろうかなと思っています。僕が考えたグッズはロング枕、抱き枕です。表面には選手全体の画像がプリントされていて、裏にはビビ君がプリントされています。ビビ君と一緒に寝ることもできるし、部屋に飾ってもかっこいいと思います。ぜひ投票してください。2021ファン感謝デー、夏の超ビファーレン祭り、いよいよ来週開催です。今回はコロナ感染対策もあり、 YouTube で配信されます。はい、先ほど VTR で紹介した選手考案のグッズなんですが、どれが、欲しいか皆さんぜひ投票してみてください。クラブ公式グッズ、インスタグラムのアカウントをフォローして、欲しいと思ったグッズにいいねをしてください。1位になった商品が実際にされるということですから、これはちょっと選びがたいですね。楽しみですね。はい、さらに選手たちがステージ上で熱い対決を繰り広げる V バトルの勝利予想をして豪華商品を当てましょう。はい、クラブ公式アプリ特設ページから応募できます。ダウンロードして参加してください。楽しみいっぱいですよね。さあ、メッセージもありがとうございます。メールで来ています。験担ぎ、前回の北九州戦も米田選手のゴールで勝ったので、験担ぎは米田選手のユニフォームを着て応援することです。そしてゆうじさん、僕の験担ぎは角煮まんじゅうを食べること、食べると勝率がいいので、勝利の角煮まんじゅうと勝手に呼んでいます。いいですね。はい、
実際にこうね、あの試合前にスタグル食べて験担ぎする人結構いらっしゃいますもんね。そうですよ、勝つのとか勝つっていう方もいらっしゃいましたよ。そうですよね、はい、改めてですけれども、今日ホームでゲームです。中断期間前最後の試合、7時、午後7時キックオフ、北九州とのゲーム、まずね勝ち点3取って、はい、中断期間明けての次につなげるためにもみんなで応援していきましょう、はい、それではまた来週です。勝つぞ。